はい、皆さんこんばんは。それでは続けやっていきたいと思います。リリーフが揃ったんだっけね。いよいよここは1986年、最後の扉かな。奥さんが出てくシーンだね、多分ね、これ。奥さんが出てってしまった後の、お子さんが亡くなって奥さんが出てた後って感じかな。どんな結末が待ってるんでしょうね。ああ、新聞もたまりにたまっている。誰も管理していないって感じだね。では思い出を一個一個見ていきましょう。一個一個じゃないのか。封印された記憶を。さあどうなる。まぶしいな。あれ、1987年になってる。あれ、1年、1986年10月7日じゃなかったっけ。で、娘が歌ってる。メシのネット的なファン。どういうこと。娘が歌ってるね。写真もある。あっ、ちょっと怖いよ名刺。そうだ今ちらっとね、名刺がいましたけど、いるの。お前、いるのか。あれ、どっから逃げた。ママ什么时候会回来。ママ去哪里。我真的好想妈妈。ん、いつ帰ってくるのって。あ、そうか。ん、あれ、メイシーは亡くなった。あれ、亡くなってない。病気なだけか。で、奥さんが出てっちゃっただけか。あ、家族のお母さんの名前が書けない。お母さんが出てっちゃって歌えなくなっちゃったのか。顔怖っ。精神科。君は才不是神经病。
あ、で、動けます。電話出るしかないみたいですね。出てみましょう。喂、杜先生、我是何老师。我听说了，美心这次真的有这么严重吗？你别慌，赶快带来给我看。我们请示慈姑观音，瞧瞧看有没有解。不要担心，照我说的做。上一次治好了，这一次一定也可以。追い込まれて、娘を精神がおかしくなってしまったの。やっぱり夫婦の不仲で、お母さんが出てっちゃって、迷信じゃダメになっちゃったんだね。山南杜风雨在此，为爱女杜美心请命。爱女受恶煞侵扰，魂不附体，恭请慈姑观音大师治煞收魂。杜先生，你有没有看到什么？暗いけど。有看到烛火吗？ろうそくが見えるね。那是美心的原神。烛火怎么样？火在闪烁，代表他现在魂不附体。燃えてますね。还有看到什么？有看到眉心吗？那你要找，看有没有你女儿的痕迹，看有没有可以通行的地方。通れそうなところはある？薄くてよく見えない。あ、扉があった。慈姑观音会给你门路。階段があるから よく薄くて見えづらいけど、かすかに見えるね。でもちょっと離れると見えなくなるな。あ、でも電気ついた。外か、これ。光就跟着光走，有看到什么就讲出来，看看有没有美心留下的东西。外だね。美心が残したものを何でもいいから教えてと。船らしきものがある。折り紙の船か。你看到什么？纸船。船是不是漂在水上？水是慈姑观音在引路。跟着我念。水能通灵，船为摆渡，恭请慈姑观音引路。哦，船が。放水灯的河流，有没有可以通行的地方？啊，灯籠だね。灯籠流しだ。和尚有沙洲，沙洲是慈姑观音的化身，他要当你的路，你走过去。すごいね。いくつあるんだこれ。まあ、とりあえずじゃあこの灯籠流しで流れていく方に歩いていってみましょうか。向こうにも街灯が見えたね。街灯が見えた。橋？ん？ああ、電柱が倒れてるのか、これ。ああ、橋が見えた。うわっ！え？人が。海送りにあってるけど大丈夫これ？海帰りか。サイレン？これ、下は気にしないでって。みんな海に向かっていくけど、サイレンの海帰りか、ゼロのエンディングですね。姿勢の声のエンディングを思い出す。大きな何これ？道はありそうだね。
公明慈悲观音，度世灵显四方。公明慈悲观音。入れた入れた入れた。なんか地獄に行くんじゃないか、大丈夫かこれ。杜先生，这是地狱。地獄じゃねえかやっぱり。这边和你没有关系，不要碰任何东西，赶快走过去。何も見ずにを通り抜けてって。本当に、あー、人が石に潰されてますね。石を。あー、潰されてる人がいる。石を持ち上げてる人もいるね。人々が苦しんでます。罪人だとさじゃって。何してんだろう。あ、落ちないように頑張ってんのかこれ。ああ、それ落ち、ちそうなのか一応。不要停下来。ああ、はいはい、分かった分かった。なんかゲームオーバーになっても嫌だし。なんかあのサザエさんの玉みたいな状態になってますね。腰振りそうなやつですね。はい、急ぎます。さあ、何かが飛び交ってる。なんだろうあれ、サッサバ。岩が浮いている。花びらか、お札かな、それとも札みたいなのが飛んでるね。看到什么？树，那是你的本命树。想见到慈悲观音，要先内观自己，你要走进自己的心。あ、ペン持ってる。やはりこれは旦那さん、自分なんだね。で、自分がこの中に入ると。这边看到的就是你的内心。自分の心が見れる。要找到往上走的路。哇，会带你走到内心深处。ペンとか、あ、全部ペンだ。これ飛んでんの？これ原稿っていうかあれか。自分の書いた脚本か。なるほどね。具現化されてんだね、自分の中の心が。那边有你的元辰宫。你的元神就在里面。等一下，你要用元神去感应慈悲观音。哇，鋭い。看到门了吗？进了门之后就要靠你自己，不管听到什么。扉が2個あって、片方はあれは閉鎖されてるっぽいね。就念慈悲观音的心咒。心咒。こちら側は行けそうだね。チューリップの方。迷わず行ってみましょう。ここは一体。はい。はい。杜峰宇。看这里，是我啊。え？几年不见都不记得我了吗？自分自身に話しかけてる？记得那朵花吗？我种的那一朵。那女孩好喜欢那朵花，天天盯着她看。每次掉了一片花瓣，她就拔自己的指甲去重新完美它。花黄了，枯了，她就拿自己的血来浇。终于让小花开花结果。他就是那么宝贝他。可是我告诉你，小花终究是小花。结了果以后，他承受不了重量，终于还是被压死。很遗憾吧？但我们都是作者，不是吗？现在还有机会救他，去吧，就在前面。今だまだあの子助けられる。行けと言われても。
な被り物をしている。捉えましょう。恭迎慈姑观音，度世明显四方。杜先生，你的坚定驱除了那些魔障，现在慈姑观音亲自显身，美心的魂就在这里，你要诚心对慈姑观音发愿，来帮助你的女儿。嗨。お、すごい階段が現れましたね。これでちょっと上行ってみましょうか。迷信の心が現れたそうです。どこ、あ、いた。何してるの。スプーン、何をする気？爱女杜美心受因果业所困，心神蒙蔽，慈父杜风雨发愿，愿现我光明，化爱女心头阴霾。な、何をするの？目玉をくり抜くの？痛い。目玉をくり抜いたのか。ん？何が起きたんだ。あ、あっちにいる。次行きましょう。息遣いが妙にリアルですね。さて、次は何を求められるんだ。何を出してくる？なんかもっと尖ってんな今度。何？鼻フックじゃないよね。どう使うの？爱女杜美心受因果业所困。哑然失声，慈父杜风雨发愿，愿献我口舌，舌を捧げるだって。天来歌声，目を捧げ、舌を捧げる。もうちょっと痛いけど迷わず行きます。痛い、引っこ抜くのか。ここに来てグロ要素。長い、伸びてる。これは痛いな。
グロか。でも身を捧げて目をえぐり出し舌を抜く、要は地獄だなこれ。接下来是最后的祈愿，从哪里开始的，就回到那里做结。地獄は関係ないですよ、地獄ですね、やってることはね。ハサミ？なぜさっきからこう鋭利なものばっかり。耳を切り落とすのか？指か。いや舌が抜けてるから喋れないはずなのに。此赴杜峰于法院，愿献我心血。あ、いや、普通に血を捧げる。おい、せーの、おい。いや、痛いけど、舌に比べたらまだマシな気がする。娘のためだ。现在算是完成了，最后诚心的叩拜慈姑观音，只要慈姑观音感应到了，一切就会圆满。頭を打ちつけてる。ふう、え、目玉ある？まあ今のはまあ儀式っていうか、その要はその妄想の中なんだろうから、実際に怪我をしたわけではなさそうだけど、まあ、精神的なやつなのか。ここは一体酒場は体に良い。全身の儀式の方法、今やってたことか全部。うん、はい、アイテム手に入れましょう。先生はいないの？早速使えそうだね。聞いてみよう。来、ヤママ、你再说一次。我们每次这样拜过以后，身体、心理有没有感觉比较好？是很舒畅，但是吼，怎么了？拍谁拍谁？我只是想问，对我们家弟弟是不是没有笑？他已经重考第二年了，我每天都有在办，都有在求，但是他成绩还是没有变好，是不是要补助补功德金？需要什么我都可以做，我会更努力办。麻烦老师跟我说要怎么办。不要紧张，这个一定有方法，我会再教你。拜托拜托，何老。我想确认一下，你告诉我的方法真的有用吗？有有有，一定有。我都有在念经，可是那女的还是不肯跟他离婚啊。我们有都有在一起念了。我们念这个要真心诚意啊，
真的有念了，有缴钱，到底怎么？你这个神棍，那个符根本没有用啊！先生，我有录起来哦。十年来，我每个月都缴这么多钱，大小事都办。你不是说植物观音什么都帮吗？我爸也相信你，后来才没去做化疗。你明明说可以多活两年的，现在人都走了，你最好解释清楚，不然我一定告你。インチキ宗教だったの？娘のためにわらをもすがってなんかこうね、ここに通ってたんだけど、10年間お金を払い続けても効果がなかったとかいろいろ言われてますよね。旦那さん、自分のあれにも精神にも関わってたんだっけ？ここに通っていろんなね治療を受けてたんだけど、お金もなくなって、家もうまくなくなって、絵も描けなく、絵っていうか、あの、客も描けなくなって、で先生に頼ったら先生もインチキだったみたいな感じだったのかな。これはこれはもう、なんかよく聞く話ですよね。何かに最後すがってしまう、そういうすがるストーをこう手玉に取る人ももちろんいるわけで、何をす、鈴木だ？喂、你好。哦、杜先生哦。啊、是、我知道、我知道。这个哦、我跟你说、你不用紧张、这种事情急不得。这个仪式本来就是轻者当日、重者七日见效。你要对美心有信心。你要有耐心啊、不要去打扰他。何をさせたの？迷信を何、そのお風呂に7日間もつけてるの？電話に出なくなった。まさか殺したのか？そのインチキ先生の言葉を信じて、あ、1個目の絵が出てきた。ちょっと浴室行くか。なんだか手の跡が見える気がする。開かないように刺して、線香刺してんのかこれ。開いてるな。チューリップが。9月29日下雨天，妈妈很久没有回家了，我很想她，我忍耐比较苦。可是越忍，胸口越不舒服。有一天，就又开始不能呼吸了。爸爸说，这次不用看医生，明天我们去看何老师，病马上就会好。但是爸爸一定不知道，我已经有治好病的方法了。我已经折了好多好多郁金香了，还差一点点就可以放满整个房间了。可惜爸爸最近都忙着拜拜念经。没办法陪我一起折，只要折到和故事里一样多的郁金香，我的病一定就会好了。病好后，我要继续练唱，变得更厉害，唱得更好。
然后总有一天一定会实现我的生日愿望，变成大明星，让爸爸妈妈一起坐在电视机前面看我唱歌，大家开开心心的聚在客厅。我好喜欢那个时候。いたたまれないね、なんか。全然贅沢をしてるわけじゃなく、ただ普通にしたかっただけなんですよね。なんか急に歌い始めた。なんだ。爸爸，我们回家吧。なんか、終わった臭くね。エンディングな感じ。今ぼーっと見てましたけど、まさか終わったー。
见船，ただただつらい。他站在码头，ただただつらいね。お疲れ様でした。ちょっとかいつまんでたんであれかもしれないけど、まあ脚本家の旦那さん、売れっ子旦那さんは女優の奥さんをもらって、女優かまあアイドルだか分かんないですけども、で結婚して娘を授かったわけなんですけども、旦那さんの仕事がうまくいかなくて、だいぶノイローゼ気味になってたと。で仕事も取れないので、家庭も苦しくなり、で夫婦喧嘩が多くなり、子供にいろんな悪い影響が出始めたと。まあもちろんね。で病気になってしまって、その中でもおそこであれだな、旦那さんが病院じゃなくてなんか変な精神科医っていうか、まあちょっと宗教的なものにはまっちゃって、でそれが多分おそらくインチキだったんだろうけど、それにまあのめり込んじゃったせいで、まあ奥さんも出てっちゃった。でその娘の病気を治すために、旦那様はどんどんその宗教にのめり込んでった。だけど もちろん治るわけもなく、最後はまあむちゃくちゃなことして多分娘を殺してしまったんでしょうね。ただ辛いですね。ただ辛い。救いはないのかと。でもなんかありそうな話ですよね。実際にあったことじゃないかな、こういうのって。途中で出てくる奥さんの幻影っていうのは、奥さんも死んでしまったのかと思ったらそうではなくて、旦那さんから見たら奥さんはああ見えていたのかもしれないね。化け物として見ていたのかもしれない。だから追ってくるとかね、こちらを追い込もうとする奥さんは自分にとってはもうただの妖怪だから、最後はあの奥さんの顔が妖怪、化け物じみた顔があの普通に見えて、なんかこちらを最後悲しい目で見てたのは旦那さんが奥さんを置いてっちゃったんだよ、逆にね。うん、奥さんにとってはもう出ていくのはもう最後のあれだったのかもしれないですね。旦那さんがやっぱ狂ってしまったってことなのかな。はい。うわ、最後はもう誰もいないところで砂嵐を見てるってことね。まあ願うっていう意味っぽいけど、いやーちょっと内容はちょっと苦しいお話でしたけど、悲しかったですけどもね、テーマとしてすごくよくできたゲームだと思いました。はい、というわけで、こちらのゲーム、今回で終わりとなります。皆さん、お疲れ様でした。